新型コロナウイルスの感染拡大が続く北海道では、今日午後にも警戒ステージを3に引き上げる方針です。ステージ3への移行も含めまして、現在専門家の方々などにもご意見を伺っているところであります。早ければ明日の対策本部で決定をしたいというふうに考えております。昨日北海道では新たに1人が死亡し、115人の感染が確認されました。北海道は今日午後に開かれる対策本部会議で、不要不急の外出自粛などを要請できる警戒ステージ3に引き上げる方針です。